どうもこんにちは、クロネタです。今回もオーバーウォッチやっていきたいと思います。いやー、前回ねメイちゃんを使った動画を上げたんですが、戦いに集中しすぎて全然解説できてなかったので、一応テロップでね技の説明などを入れておきました。今回気をつけてやっていきたいと思います。ボルスカヤインダストリー、さあ今回のステージはボルスカヤインダストリー、ポイントキャプチャーですね。攻撃か、あれもう始まってない？始まってそうだね。ちょファラ、罪なき者は私で。あ、始まってる。途中の部屋だ。始まったばっかかい。どういう状況？敵の姿が見えない。ここ今どういう状況になってるんだ。結構押し込んでるのかい。敵がいない。え、なんかすごい静かだな。待って、一旦回復。うわ、直撃。あ、残念。あー、当たらない。あー、当たっちゃったか。目標の確保に向かう。シュナイス。お、いいんじゃない。ほ、目標を確保する。俺の後ろ。行け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 。入ったな。ほら、よっと。なんか当たった。なんかうまいこと当たった。ちょっと狙いづらいな。よし、ちょっとこの上乗って。スナイパー、あ、いたな。おーおーおお、リュ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 。まあその程度食らいませんよ。あ、すげえとこ行ってんな。すんごい静かだね今回。飛びすぎ。あ、飛びすぎ。あ、飛びすぎた。敵がテレポーターをしよう。当たったわ。体力がない。目標の確保に向かう。すんごいこう今日静かだね。目標制圧。はい、あれ終わっちゃった。ありがとう。ちょっと待って、早すぎないかい。なんかあっさり終わっちゃったな。なんか今回短いから、もう一回、あ、もう一戦いきましょうかね。なんかあっさり終わったな。おお、どうしよう。まあルシオさんで。早いよ。あっさり終わりすぎだよ。5キルしかしてない。じゃこのままもう一戦いきましょうか。さあ次のステージはウォッチポイントジブラルター。これ1本目の動画でやりましたね。お、防衛か。どうしよう。防衛。うん、ジャンクラット。今日も一日ぶっ飛んでいこうぜ。これまた途中じゃない？待機中か。
あ、メンバーが揃ってないだけですね。で、このキャラクターはね、こんな感じに爆発物を打ち出すことができるんですが、壁にぶつかって反射するんで、結構遠くまでね、届くんですよね。で、さらに、トラバサミや爆弾を設置することができます。で、この爆弾、自分組にいると、自分が飛ぶことができます。今、すごい変な感じで飛んじゃったけど。おぉ、メンバー揃ったか。ジャンクラート!なんか、今回の動画は、なんだろうね、慌ただしいというか。まあ、こういう回もあってもいいよね。で、ジャンクラットはね、強い上に突っ勝ててすごく楽しいんですよね。面白いキャラクターだと思います。さあ、いろいろ足らないが、おお。結構攻撃寄りって感じかな?スナイパーがいないか。違う。やあやあ。このゲームね、うまく挨拶できない時があるんだよな。おお。じゃあどうしよっかな。どうしよっかな。どっかにね、罠仕掛けたいな。絶対こっから入っていこうとする人いるから、ここに設置しとこうかな。で、俺は上に行こう。この辺から?オイラの導火線は短いんだ。早いとこ何かを爆破させてくれよ。と、まあなんかすごく危ないことを言ってますけどね。敵の姿が見えねえな。全員横か。あ、上だ。うわ、ファラ部隊だ。ファラだこれ。あ、倒したわ。体力痛い。さすがにね、空中戦は得意じゃないですからね、このキャラクターは。あわいちゃ、うわっ、あーあはは、ダメそれ、ダメ。後ろにも来てたのか。あー、ノックバックですね。うまい。全員ファラかよ、おい。ちょっと待って、ファラー相手だと、ジャンクラット無理なんじゃないか?どうしよっかな。あ、ナイス。こっちから来るか?さて、何がかかるかな?何かかかるかな?やべ、もうやばいな。弾幕が。おお、なんか倒した。体力がない。すごいとこいんな、おい。あれまずい、あれまずい、あれまずい、あれまずい。助けて、助けて。おっ、あぶいです。くぅ、やられてもうたー。まあ、相打ちにまで持ってきただけマシか。さあ、このキャラクターのアルティメット技、リップタイヤ。まあ、自分で、ね、そのリップタイヤを操作して爆発させることができるんですが、あんだけぴょんぴょん飛ばれるとね、さすがに与えらねえんじゃねえのかな。わあ、すごいすごいすごい。ちょっとここに置いとこうかな。どうやって攻めようかな。わあ、ダブル制御の雨でさばかれる。わあ、どんどん撃ってる、どんどん撃ってる。今いけるかな。ふっ、ドン、当たらない。飛距離が足らなかった。なんか倒した。なぜかなんか倒した。ここにほい。
あ、味方か。なんか足音聞こえるなと思った。どうしましょうかね。この辺から撃っとこうかな。おお、あ、味方か。味方のファラだ。お、横から来るぞ。うわ、危ねえ。ちょっと狙われてる、狙われてる。うわっ、そこ？政治の雨に裁かれろ。ああ、かかったな。よし、意外とここいいかもしれないな。ほい、かかってくれよ。どうだからも爆弾ほい。手置きのジョークを見せてやる。エリアを制圧。この状況は結構ジョークだけどね。痛い。残り60。あ、痛い。狙ってきますな。いてて、自分の爆弾で、自分の爆弾で。あ、痛っ。やばい、まずいまずい。あ、痛い。ウィース。くぅ、ずっと撃ってたんだね。あ、そっから狙うか。あー、入られちゃったか。正義の雨。なんだ正義の雨に。あ、いて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 、きついなこれは。あ、危ねえ。入られたか。ちょっと体力がやばいな。さて、これはどうしたものか。あ、敵なんかキャラクター変えてきたな。ちょっとマクリーがいいんだな。ここ当てられねえな。ここからポンポンポン。あ、そこか。あ、ちょっと待って、やばい。うえっ、あ、倒したわ。見て、あ、横にいたのね。やっと目が覚めた。どうしましょう。どうしようかな。リップタイヤ使うにもな、壁一応登れんだけどさ、数が多すぎる。これが届かないな。おお、いてて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 、やばい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 、さばかれさばかれ。どうしましょうか。おお、あれどこ行った。どうしましょうかね。下手に出ると上からボンボンされちゃうからな。リップタイヤの使いどころが今回よくわからないぞ。おお、よし、さすがだ。でしょ。ああ、ペイロンで引っかかった。あ、ちょっと難しいな。
どうしようかな、リップタイヤ使うにもな。残り60秒、また政治の網に裁かれろ。すげえ向こう裁こうとしてくる。よっ、いててててて、いた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 。これは早い、早くなくていい。調子が戻ったぜ。残り30秒。さあ残り30秒。リップタイヤ使ってねえな。いけるかな。あ、上バッ壊された。速攻で壊された。ここから撃って当たるかな。いっぱいいたわ今。終わった。ありがとう。いや敵全員ファラはびっくりしたわ。プレイオブザゲーム。お、ソルジャー。おお、撃ち落としていく。おお、狙っていく。俺の目から逃げることは。おお、強い。あ、5人やったの。これはどうしようかな。味方のルシオさんかな。はい、ということで今回はここまで。今回ちょっと特別な感じで2回戦やった上に敵が全員ファラというね、ちょっとなんかすごい感じになりましたけど、次回も頑張ってやっていきますので、よろしかったらまた見に来てください。ここまでご視聴ありがとうございました。